オリエントは、大高忍による日本の少年漫画、週刊少年マガジンにて2018年28号から2021年6号まで連載。その後、別冊少年マガジンに移籍して、2021年3月号より連載中。戦国時代に似たファンタジーの世界を舞台に、神と崇められる、鬼神の支配から自由を求めて戦う武士団で、 最強の武士団を目指す少年の物語。甲府になるための学校に通う少年、武蔵は武士になる夢を持っていた。しかし、それを周りに言えずにいた。なぜなら武士は150年前まで日の本を支配していた化け物とされていたため。一方、鬼は神と崇められていたが、鬼こそが人間の世界を支配する化け物であり、甲府は 鬼の食べ物である金属を死ぬまで掘り、奉納する仕事だったのだ。武蔵はそれを知っていたため、甲府として鉱山に内定後入山し、鬼と対面、鬼退治を宣言、周りにも正直な夢を告げることができたのだ。武蔵の幼馴染の少年、小次郎も、鬼鉄器でアシストに現れ、5年間こっそりと修行していた武蔵は、先戦立残権で鬼を倒す。武蔵は小次郎に、 二人で幼少期に誓った武士団の結成を誘う。しかし、小次郎の中で武士になりたいという夢は薄れかけていた。武士の地の流れる小次郎は昔から迫害されてきたためである。そんな時、鬼の親玉、鬼神、炎獄天狗が五年ぶりに降臨し、金属である小次郎の刀を食そうとする。刀を奪われることに喪失感を感じた小次郎は、 自分の中にある武士としての誇りを自覚する。刀は一度鬼神に触されてしまうが、鬼神の腹部の硬い表皮を武蔵が割り、刀は取り戻され、小次郎は今度こそ武蔵と共に最強の武士団を作ることを誓うのであった。恋の甲はテレビアニメ版の声優。2022年1月にテレビ東京他にて放送予定。ありがとうございます。